あの景色の中じゃないと、もしかしたらこの純度がちょっと嘘っぽくなる可能性もあるというか。お会いした時に持ってる空気と、あとカラッとした空気とか素朴さとか、まっすぐさというか、すごい素直な2人ともそうなんですけど、この2人でしか出せない空気がいっぱい現場でも生まれてたかなという気がします。西方、きちんと思いを伝えたこと、すごく素敵だと思う。誰にでもできることじゃないから、自分の気持ち伝えないまま去るんですか？誰かを好きって気持ちだけで心がいっぱいになる、それだけで素晴らしいことだと思うぞ。私と西方は好きってだけでつながっているわけではなくて、二人だけのもっともっと強いつながりがあって。西方かっこいいよ。ちょっとからかわないでよ本当にただ好きだったものというか、一人では作れないものをみんなで作れるっていうのはすごく映画の魅力で、いろんな人の力を利用してというか、みんなでこう持ち寄って一個のものを作れるっていうのはすごく魅力的で、たまたま映画だったけど作り出してからは本当に映画の良さってそこにあるなっていう気はしてます。見終わった時に感想が分かれるっていうのもすごく魅力なんで、自分ごとになるといいなとは思ってます。